こんにちは、岩根です。ベストアニメ92メイキング動画後編をお届けします。ブレンダーの操作がある程度分かっている方向けの動画です。前編は主にモデリングでしたが、今回はキャラクター作画です。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。少しでも気になった方はチャンネル登録をお願いします。また必ず使うお約束はできませんし、使わせてもらっても何のお礼もできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM からご連絡ください。まずは基本的な設定です。最初は下書きなのでペン先は何でもいいんですが、一応インクペンラフにしてあります。マテリアルも任意で構いませんが、そのまま清書に使えるように黒のストロークのみのマテリアルでいいと思います。レイヤー構成は上から塗り、線、下書きとしました。塗りのブレンドモードは乗算です。下書きの不透明度は 70% 程度に下げてあります。図のように自動キーフレームがオンになっていると、書くたびに新しいキーフレームが自動的に追加されますが、オフの場合は書く前に手動でキーフレームを追加する必要があります。一長一短なので、どちらを選ぶかは好みで構いません。グリースペンシル特有の準備はここまでです。書き方にルールはありませんが、今回は背景同様、1コマ目と50コマ目、99コマ目が同じ絵になるので、それらがスムーズにつながるように演技を組み立てる必要があります。絵は問題ないけど、位置やサイズが気に入らない場合は、編集モードに移行して動かしたいストロークを選択すると、通常のブレンダーオブジェクト同様、移動、拡大縮小、回転ができます。レパちゃんとロパちゃんを同時に描いても構いませんが、混乱しそうなので片方ずつ完成させます。両方のキャラの大まかな動きを決めてから描き始めてます。作画に入る前に、紙に小さな絵を描くなどしてアイデアをまとめておくのもいいでしょう。サムネイルスケッチと呼ばれる手法で考えがまとまりやすくなるのでおすすめです。前編で軽く触れたオニオンピールというアドオンを使用して前後の流れを考慮しながら動画を描いています。これを使うことでグリースペンシルでもタップ割りが可能になります。この動画の説明欄にオニオンピールの導入方法と使用方法を説明した動画へのリンクがあります。清書が終わった絵の下書きは随時削除しておくと、オニオンピールで透かした時に余計な線が見えないので描きやすくなります。中割り時も適宜編集モードで位置やサイズの変更を加えられます。絵もすべて 3D オブジェクトなので、奥行き方向に移動させることも可能です。通常のアニメだともっとタップ割りを駆使するところですが、今回は手書きを強調するために正確さよりもランダムな揺らぎを優先しています。とはいえ耳の形などはアニメならではの柔らかさを表現しやすいポイントなので頑張ります。49コマ目まで一通り線画を描き終わりました。動きの確認と着地後のラストの動きを描くために49コマ目までのキーフレームを複製して、50コマ目からと99コマ目からにペーストします。ここは前編のオブジェクトのアニメと全く同じ操作です。ラストの動きを描いていきます。
実は手前に来るアクションはなかなか気に入ったものができなくて何度か書き直したんですが、最終的には着地後大きくジャンプして手前に来ると決めました。ラストは2人の動きがシンクロしているので2体同時に書いていきます。彩色作業に入ります。今回は手書き風なので前編の動画でも紹介したマーチンさんのカスタムブラシを使用します。導入方法や塗り方、カラーモードについては前編を参照してください。説明欄にリンクを貼ってあります。特に難しいところはありませんが、塗りレイヤーに書き込むことだけにご注意ください。この後は線画を編集しないので念のために使わないレイヤーはロックしておくと安心です。彩色中にブレンダーが落ちることが多かったので、この水彩風ブラシが重い可能性があります。こまめなセーブをおすすめします。ブラシによる彩色は後から塗った方が優先されるようなので、大きな面積の部分に先に塗ってから小さいところを塗るといいでしょう。49コマ目までのキーフレームを複製して50コマ目からと99コマ目からにペーストします。計算を間違えていなければきちんとリピートしてから着地します。これで映像は完成です。フォーマットを FFmpeg にして動画出力します。それを編集ソフトで音楽と合成して完成したのがこの映像です。これをテストアニメ92として公開しました。しかし公開後色がくすんでいるとか、キャラクターが背景に透けているなどの不満点が気になり始めたので、手直しすることにしました。まずは透け防止のためにレイヤーを線レイヤーの下に追加します。透け防止のための白のフィルのみのマテリアルを追加。ムラはいらないので素直な線質のインクペンを選択して囲うように塗っていきます。バケツの塗りとは操作性が違いますが、実際にしばらく操作すると感覚がつかめるはずです。
ダヴィンチリゾルブを使っているので、カラーページで明度を明るく、彩度を高くしました。そのクリップを複製し、複製した方をぼかして合成モード、不透明度などを調整してできたのが、テストアニメ92バージョン2です。2回にわたってブレンダーのグリースペンシル機能を使ったテストアニメ92のメイキングをお送りしました。今後も僕自身の備忘録も兼ねてメイキングや解説動画を作っていこうと思っています。次の動画でお会いしましょう。さようなら。